シネマサロン映画業界ヒットの裏側。皆さんこんにちは、シネマサロンです。雑談コーナーをお送りしますが、その前に今週ですね、あの課題作外で3本プラス1本見まして、マッドマックスフィリオサを吹き替え版で再見し、その前に、マッドマックス怒りのデスロード、まあ、ちょっとこれは劇場でやってなかったので、あの配信で見て、ね、で、マッドマックスの1も、これ配信で見ました、これマッドマックス見てたんですけど、見直しました、見直しまして、あのご批判をいただいたの、シネマスも継続のためにはもう一度見ないといけないなと。でもね、あの分かりますっていう方も結構いらっしゃったし、あの体調悪い時は課題作でも見ないようにしてくださいというコメントもいただいて、なるほど、あのすいません、あの無呼吸症候群なもんでシネマサロン無呼吸症候群ってなんだよって感じで。もじゃあ僕や T さんもそれに仲間にやんなきゃいけないのかって話だよね。で見たんです、だからそれちょっと最初に軽くコメントしたいんですけど、怒りのデスロード、すごく面白かった、めちゃめちゃ面白かったです、まあこれは皆さんがね評価して、まあ、盛り上がるのも分かるな。アカデミー賞も7部門ぐらいノミネートされたもんね。で一方であのなんでね、こんな盛り上がってた作品をご覧にならなかったんですかとかっていう質問をいただいて、どうだろう、2010 そんな前だった、5年ぐらい前、これもやってなかったんだっけ、知りません、やってないです、もちろん。じゃあ随分前だね。前ですね、でも先週末2015年、あもう8年前か、あ今週だ、今週月曜日にちょっと業界の人4人、私も入れて4人とお会いする機会があって、私も入れて4人か、だから残り3人だね、それでフィリオサ見ましたかって聞いたら、見てたのは1人だけだったんですよ、で2人とも見てない、じゃあ怒りのデスロードはって見てたのは、やっぱりその人フィリオサ見てた人だ、その人は両方見てたんだね。そうで残り3人は両方、3人とも怒りのデスロードも見てなかった。もう1人今人増えましたよね。え、いや4人のうちだから私も入れて3人は怒りのデスロードを見てなかった。あそういうことね、でも見てるよ、もう今はね、その時点で見てなかった、その当時、だからあの竹内さんよくね、映画業界の人は意外と映画見ないもんなんですよっていうのが、あのこの4人のリサーチだけでも実証されたというか、そういうもんですよ、ね、映画見ないですよ、あの映画業界の人が全員映画ファンではないし、まあ普通の人と変わんないですよね。ていうか各社に一人ずつぐらいしか映画ファンいない。そうだよね。ということは普通の一般の方とあんま変わんないです、ね。そう、普通の会社ですよね、映画会社っつっても。なんですよね。なんでだから世の中が大騒ぎしてる、まあと言って多分さ、勝手な推測なんだけど、出版社の本好きよりも映画会社の映画好きの方が少ないと思う。ああそうだね、そうかもしれない。あと音楽系会社の音楽好きよりも断然低いと思う、音楽系会社の音楽好きの方が出版社系の出版社系会社の本好きよりも多いかもしれないなという気がする。でも一番少ないのは映画会社の映画好きが一番少ないと思う。そうだね、で多分その出版社さんとか、本全然読まなかったら通らないと思うんですよ、入社試験とか難しいから。特にまあでも映画会社の映画好きじゃない人たちも昔は見てたって人は結構多い、で仕事始めたらもう見なくて、もうそういうことだよね、忙しくて、でじゃあ戻ると、まあ、怒りのデスロードは普通にお話が面白いのと、キャラがなかなか立ってて、もうなんか えぐい妙な人がいっぱい出てきて、まあちょこちょこしたところにすごい変な人いっぱい出てくる、ちょっとフィリオサがその群像劇として弱いって話をちょっとしたけど、そのデスロードに比べてもね、結構それは感じるよね。でしかもオープニングにあのダーッとこうね、あのイモタンからガーッとガーッと行って、ヒューってこうフィリオサがこっち側にずれてるじゃないですか、あれこれ何するんだろうって言ったら、
あのなんとかボーイとかもこれ どう行くんですかみたいな、どこ行くんですかみたいな、うん、で、あってなんかこう不穏な感じで行くから、うん、そこにも引っかかって見始めちゃうわけですよ。で、そうするともうあとはずっともう突っ走ってるから、うんうん、めちゃめちゃ面白かったなと、ね、うん、で、俺一番気に入ってるキャラは、うん、あのギターとドラムですね。うーん、あれかっこいいっていうか、なんだこれ、なんだこれって、しかもドラムどんどん叩いてるのが、うんうん、あのスコットランドのバグパイプとか、うんうん、あの日本軍の、うんうん、あのシングルラッパみたいな感じで、うんうん、まあああいう位置づけなんですよ、ね、ああいう位置づけなんだと思いますよ、うん、あれがね、うん、もうなんかちょっとぶっ飛んでて面白かったですね、うん、でだからやっぱり、うん、あ、これデスロードを見てからじゃないと俺にとってはダメだったなと思って。そうかな。でも誰かも書いてたけど、うん、逆に言うと時系列的には正しいわけじゃないですか。そうなんだよね、そうなんだよね、だからいいんじゃないのそれで。だけどデスロードはめっちゃ面白かったから、うん、その後にフィリオさんの吹き替え版見たんですけど、うん、もう一睡もせず見ました。ただ、うん、ただやっぱり俺ね、あの最初のあの楽園緑の地から始まるところが、うん、あれはどうもね、やっぱりそんな面白くないんだよね。なるほど、やっぱり怒りのデスロードの方が面白い、うん、段違い、まあそれはみんなそうだと思う。ヒリオさんの方が面白いって人はそんな多くないんじゃないかと思う、うん、ただ残念なのは、うん、デスロードをモニターで見てしまったことですよね。いや、モニターはつまんないよね、うん、つまんなくはないよ。いや、あれこそ大画面で見たいよね。あれはそうですね、うん、あれだったらもう一回見なきゃと思うぐらい楽しかったですね、うん、で、マッドマックスの1を見たんです、うんうん、そしたらやっぱりね、マッドマックスの1はこれなかなかいいんだよね。うん、いい味わいがあるよね。しかも、うん、始まって最初のナイトライダーがガーってやってバーンとクラッシュするとこがやっぱり CG がないからすごいんだよね、うん、あ、なるほど。しかもバーンとこう飛び散るのが、いや、デスロードとかと遜色ないぐらい爆破されてて、なるほど、って思うわけですよ、うんうん、いや、もちろん遜色あるんですよ。でも片や CG だから、うん、やっぱ全然ノン CG、あれ片や全部ノン、でも全部 CG じゃないでしょ。ノン CG、もう CG なんてない時代だから。違う違う、だからあ、こっちね、うん、全部 CG ってこともないでしょ。いやー、わかりません。まあそれはなんか元はあるんでしょうかね、うんうん、で、まあマッドマックスの復讐劇なんですけどね、うん、なかなか、まあ当時のね予算もない中で、そう、あれは低予算だからね、すごい、うん、よく作ってるなっていう感じで、あれはほぼ尽力、そうです、ね、どっかのコピーみたいになってる、うん、ということで、うん、反省点としてはデスロード見てからフィリオさんを見れと私は思いました。そうかな、うん、でも時系列的に合ってんだからいいじゃない、それで。もう逆で見たら絶対寝ないですよ、うんということで、うん、マッドマックス、うん、再建しまして、うん、反省しております、はい、じゃあいつものように質問を、うん、はい、はい、じゃあまず最初に、兄弟役のキャスティングはどうやってやってるんでしょうかね。個人的にキャスティングしそうな兄弟のキャスティング候補は、菅田将暉さんと山田裕貴さん、中野太賀さんと、これ右側誰何言ってね、岸くんだろ。これ岸くんこんなイケメンなの、うん、G メンと全然違うんだけど。いや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 、岸優太くんね。これ岸優太でしょ、岸くんです。いや、分かんない方がおかしいよね、だって。俺普段こんなイケメンの岸くん見てないけど。いや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 怒っちゃうよ、本人それ言ったら。怒んないでよ。いや、まあ基本的に兄弟役とかってことじゃなくて、キャスティングしていくだけなんで、別にあんまり兄弟とかは意識してない。似てる似てない、雰囲気が合う合わないは、いや、まあ多少は考えてるかもしれないけど、やっぱり役柄重視、役の重さ重視だと思うんだよね。どうですか、だって佐藤さん。うん、確かに兄弟だからって意識したことはない。いつも言うけどさ、例えばあのなんだっけ、笠松翔くんと綾野剛が似てるから兄弟にしたいとかっていう企画が、逆に兄弟から入るって企画はあるかもわかんないよ、うん、だけどそんなめったないもんね。めったないね、うん、それこそこれ須田くんさ、弟さんと一緒にやる、菅生くんとね、うん、一緒にやったが、なんか、うん、企画的には盛り上がりそうだよね。そうだね、本人たちは嫌がるかもわかんないけど、やってもらえるんだったら やらせてみたいよね。夫婦共演とか兄弟共演とかだと話題が一個増えるし、うんうん、番宣した時に盛り上がるから、やっぱやってみたいと思うよね。そう
ですね。だあんまり思ってらっしゃるほど意識はしないかな、うん、兄弟役ってどうキャスティングすんのっていうキャスティングではないですないよね、うん、多少似てなくても、うん、演技がうまそうとか、うん、雰囲気がバリュー的にやっぱ決めるよね、うんということですね。はい、じゃあ次、まあ、あるけどね、だからほら前も言ったけど小池栄子と三浦透子さんを親子役でキャスティングしたりとか、まああの冗談としては言うけど、それでその企画からそのキャスティングから企画に入るってことはめったないですよね。はい、じゃあ次、最近俳優さんも女優さんも一括りで俳優って言われることが多くなったような気がします。やっぱり女優さんも俳優って呼んだ方がいい時代になったんでしょうか。だから前もこれ言ったけど、日本にはだから女優がいなかったわけですよ、うん、だから俳優って言うと男優だったわけですよね、うん、だから男優とは言わずに俳優と言ってたわけですよ、ね、うん、でもそこに新たに女優さんが出てきたから女優という風な呼び方になったわけですよね。でそのだから歴史的な側面で女優俳優っていう風な言い方をしてる人が多いんだという風に僕は思うんですけど、うん、まあ時代的にはもうあの俳優は俳優だと思うんですよ。だからまあそういうことですよね。竹内さんご自身はどっち使われますか。まあ俳優っていうことが多いですよね。もうほら面倒くさいこと言われるぐらいだったら俳優って言った方が楽は楽ですよ、ね、いやだからそれはね、初期の頃は確かに男優に対してとか俳優に対しての女優だったから、女優ってわざわざ言ってたと思うんだけど、もうそれってさ100年ぐらい前の話じゃないですか。ほぼもう別に今や分ける必要ないんじゃないかな。あえてだから女優というふうに呼ばなきゃいけない時もあるかも分かんないし、男優というふうに呼ばなきゃいけない時もあるかも分かんないけど、まあくくれていきゃ俳優でいいんじゃないかなと僕は思います。ただまだね、うん、あの日本では主演女優賞、主演男優賞残ってますもんね。だからそういう時は男優女優って言うけど、うん、ということで時代が元に戻った。元に戻った、そんなこと一言も言ってないよねっていうことはないですか。俳優からそれに俳優女優が出てきて、でまた俳優で統一されるみたいな。それ戻ったっていうの。だって俳優だけだったし、あそうか、でも女優しか女優いなかったから。そうないのか。そう、女優いなかったからだから、うんうん、全然言ってる意味が分かんないですよね本当に。相変わらずいや戻ってはないと思いますけどね。故障だけが戻った。いやいや、だけどやっぱり男優女優って言いたがる人もいるからね、うん、それから今佐藤さんも言ったけど、賞でまだ男優賞女優賞って分けてるから、うん、やっぱり男優女優って言い方はあるんじゃないけど、ただ昔はなかった故障として男優って言い方も増えてると思うんですよ、うんうん、だからまあそういうことすると、まあ、俳優って呼ぶっていうのもあるし、うん、女優に対して男優って呼ぶっていう言い方もあるってことなんじゃないかなと思うんだけどね。でも昔のね、初めて女優が出てきた時とはもう状況が違うから、あの全部くくる時に俳優っていうような言い方を多くなってるっていうのは事実だと思いますけどね、うん、じゃあ次、最近ハリウッドが低迷してるみたいな記事が増えたけど、お二人はどう思いますか。いや低迷してると思いますよ。低迷してますよね。これ今に始まったことじゃないと思う。いつ頃始まったこと。もうずっと前からだよね。多分1900年代の後半ぐらいからだと思うんだよ、うん、それは何と言ったってスタジオがまず崩壊して1回ね、おっ潰れてるわけじゃないですか。でどんどんその他業界の映画のことなんか分かってない人たちが社長になったりして買収してましたよね。そうそうそう、うん、でやっぱりそういう人たちに通るような企画じゃないと通らなくなってきて、映画はどんどん低迷してきてるっていうのはあると思うんだよね。でそれの繰り返しがなっていて、なかなかやっぱりその株主もいるし、親会社もいるし、オーナーもいるしみたいなことで、その昔独占的に大プロデューサーが牛耳っていたハリウッドっていうのはもう1950年ぐらいにもう崩壊してますからね。そういう意味では、どん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 低迷してきて、特に最近やっぱりウォルト・ディズニーのアニメとかも当たんなくなってるし、あとマーベルコミックス系のバーンと当たってたやつが当たんなくなってきて、もうやっぱ飽きちゃってますよねちょっと。まあそういうのはあると思うんだよね。まあでもこれ歴史の繰り返しだと思うんで。でね、うん、個人的に思うのは、そのスタジオも余裕がある時にね、その儲けられるもの、シリーズものだけじゃなくて、ちょっとチャレンジングな企画をもうちょっと やってはいると思うんですよ、うん、だけどやっぱりなかなか当たんなかったりすると思うんだよ、ね、やったけれどうまくいかない、うんうん、しかもほら外れてったものってみんなの記憶からなくなるから、うん、やった事実すら多分みんな覚えてないと思うし、そういうことか、うん、あとやっぱりほらそのね、
メインだけだとそのまあ北斎画だけになるから、うん、そのセカンドなんていうのセカンドライン、うん、作ってますよね。もうずっと作ってボックスアーチライトとかね。でそういうのがアカデミー賞に認されるようになっちゃったからハリウッドがまた低迷してるっていうのもあると思うんですよ、うん、なかなかこれってまあ一種の負のスパイラルだと思うんですよ。じゃあこれ復活にはどうすればいいんですか。いやもう無理じゃないかと思うんだよね。無理、復活しない、うん、復活前のような復活はないと思うんですよ。しかも今配信系の会社がやっぱり強くなってるじゃないですか。それはだから日本のテレビ局が弱くなってるのと同じようにハリウッドのメジャー会社が弱くなってるってのもあるし、もういつも言うけど80年代から90年代ぐらいにもう映画会社は一回落ち潰れていて、もうコンテンツ業界になっているわけじゃない。もうその時点でハリウッドの弱さっていうのはどんどん弱くなっていて、その中でまあマーベルコミックス映画を出たりあのピクサーの映画とかが当たってたわけだけど、それがまたちょっとね最近陰りを帯びてるっていうのがあって、うん、ますます弱くなってるっていうのもあるし、うん、フォックスみたいな大きなメジャースタジオが、うん、ウォルト・ディズニーに買収されて一緒になっちゃったりとか、うん、そうするともうディズニーのセカンドラインがフォックスみたいになっちゃってるわけじゃない。それもまた一つ問題なのかなと思っていて、どんどんそのハリウッドが矮小化していて、だんだんどんどん低迷して企画もなくなって、うんっていうのはまあこうどん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 負のスパイラルに入ってんのかなっていう気がするけどね。じゃあ一方でねゴジラマイナスワンが当たったりしたのは、はいはい、その低迷してるところに面白いものが来たからってのあるんですかね。まあ、全くゼロとは言わないけど、やっぱあれはアメリカでゴジラシリーズがある一定の人気を得てるっていうことが僕は大きいと思う、うん、ベースとしてそれがある、ベースとしてそれがある、うん、だけど、うん、マイナスワンってまたちょっと異質なものじゃないですか。でもそれ分かんないと思うよ。そんなに最初は伝わらない、うんうん、で見たら面白かったから、いやだからゴジラだと思って見に行ったっていう人もいると思うんだよね、うん、だそういうのがやっぱり底上げをしてたってのはあると思うんですよ、うん、で結果面白かったから SNS で広まるとか、あとそれとやっぱり YouTube と、うん、そのアニメのせいっていうのはあると思う、うん、あのやっぱり日本文化に対する、昔はだから日本語の映画っていうだけでも見なかったと思うんですよ、うん、だけどやっぱりそのアニメとかそれからあと YouTube とかでもう世界のこうなんていうのかな、コンテンツが割と一定的にみんな見えるようになってるじゃないですか。世界が狭くなった。日本のやっぱりそのアニメーション映画とか、例えば韓国の K-POP とかがもう世界を席巻しちゃってるわけじゃない。でそうで日本の J-POP、まあ、K-POP の源流が J-POP なわけだと僕は思ってるんですけど、それもやっぱりこう何リバイバルヒットとかもして、もう世界のさコンテンツが一色たになってるじゃない。あとそれに障害があるとすると言葉と人種だと思うんですよ。でもだけどそのアメリカみたいにいろいろな人種を受け入れて、まあ、言葉は問題はまだ残るけど、例えばゴジラシリーズみたいなものは日本のコンテンツを引っこ抜いてきてアメリカのコンテンツに仕立て上げたわけじゃない。この時点で ゴジラというコンテンツ自体のその何ていうかな、市民性国民性あの市民性っていうのがもうできたと思うんだよね、うん、その上で日本のゴジラがやってきた、うん、でもこの日本のゴジラがやってきた時にもうゴジラというその何キャラクターとして見てるから、うん、やっぱり普通の日本映画を見てる感覚ではないと思うんですよね、うん、その最低限の認識レベルがもう全然違うので、うんうんうん、それが僕はアメリカでヒットした要因の大きなあの要因だと思ってるよね、うんうん、まあ、 あの日本はさらに勝てて加えてアニメが強いじゃないですか。アニメ映画が、うん、これってハリウッド海外もそうなりますかね、うん、あの今度だ神山監督が、うん、あの監督に抜擢されたじゃないですか。あのロード・オブ・ザ・リングのチームフィリパ・ボーエンとかプロデューサーが、今度、ロード・オブ・ザ・リングの、原作にない、前日譚を、うん、あのシリーズで作るらしいんだけど、うん、それの監督にその神山健二監督を抜擢したらしいんですよ、うん、まあ、そんだけ今世界の、 あのなんていうのかなコンテンツ状況っていうのはもう錯綜してすごい小さくなってると思うんですよね、うん、だからどん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 日進月歩日本のコンテンツが受け入れられやすい土壌っていうのはますます増えてきてると思うんですよ、うん、あとはもう面白いかつまらないかだと思うんですよ結果的に、ね、だって日本のアニメがこんだけ受け入れられてるのは子供の頃から見ててそのなんとか敬遠する理由がないっていうのが一つあるわけじゃない、うん、あの馴染んでる、うん、それでいてちゃんと面白いから、うん、やっぱ子供は面白いものは見るじゃないですか。そうですね、うん、でだからもう知らないで日本のアニメ見てるわけじゃない子供の頃って、うん、だからもう慣れてるわけだよね、うん、下地ができてるわけじゃないですか、うん、さっき言ったアメリカでゴジラシリーズがあるっていう下地と、まあ、似たようなものがあるわけですよね。なおかつ、うん、あの配信になれば
あの素材さえ作ればすぐこうリリースできますよね。だから将軍が当たるわ、忍びの家が当たるわ、もうそういうのになってるじゃないですか今。でしかもイカゲームとかさ、もう今韓国のコンテンツは世界を席巻してるわけだし、日本のコンテンツだってもうねそういう形になってるわけだから、もうあんまりますますなくなってきてると思うんだよね。でしかもハリウッドはやっぱ弱くなってるし、あとコンテンツのネタがないよね。もうだからリメイクとかもどんどんますますしてくると思うし、特に海外で当たった映画で言語が違うからアメリカ言語に直すためにリメイクするっていうことを取るわけだけど、それが もっともっと増えてくると思うんですよね。だからもうますますだと思いますけどね、そういう意味では。その第一歩があのゴジラマイナスワンだったんじゃないかという気は僕はしてますけど。じゃあ次、よくこの作品は二次利用や三次利用が見込めるとおっしゃってますが、具体的にはどんなものがあるのでしょうか。私が思い浮かぶのはセルやレンタルの円盤、各種テレビ放映権、サブスクや配信等ですが、これらは全て二次利用ですか、三次利用とは。だから2回目にやったのが二次利用で、3回目にやったのが三次利用で、4回目にやったのが四次利用ですよね。それがだからどういうチャンネルであれ、どういう媒体であれ、そういうふうに何度もやっていくと、それで可能になるって話です、ね、だから配信とかその各種テレビ放映権とかも1回じゃないから、うん、何回かに分けて売っていくわけですから、うん、それが1時、2時、3時、4時っていう呼び方になってるってことですよね。まあさらにあの海外での、まあ、放映権、販売権等々とか、うん、そうそう、あとマーチャンダイズとか、マーチャンダイズとか、まあ、商品化ですね、うん、とかあのいろいろありますよね。いろいろあります、うんうん。で海外のリメイク権というのもあるしね。そうですね、うん、でそういうものはやっぱりこう分かりやすいもので、まああと面白いプロットっていうのはあるよね。まあさっきも言ったけどアメリカのハリウッドが枯渇してるから、うん、例えば日本の漫画とか日本の小説からコンテンツ原作化権、うん、それから再映画化権、うん、リメイク権みたいのを売り買いするっていうのはどんどんできてくると思うんだよね。逆にアウト系のちょっと、うん、まあ見る人を選ぶような映画は二次利用もそんな簡単ではないですかね。まあ、でもさすがに今枯渇しているハリウッドはアート映画のリメイクとかもやってるからね、あながちそうとも言い切れない、ね、言い切れない。また変わっていく可能性あると、うん、そのっていうかもう全体的にさっきも言ったけど世界のコンテンツ状況が狭くなってるから、うん、話さえ面白ければリメイクみたいな二次賞とかも増えてくると思うんで、まあ、今まではやっぱりアクション系とかね、うん、あのホラーエロティック系とかは二次利用結構数字でかかったんですけど、うん、あそれはいわゆる商売の二次利用だよね。だけどまあそれもまた変わってくるかもしれない、ね、まあやっぱり面白いものは何度こすっても商売になるっていうのはあると思うんですよ。です、ね、あちなみにほら最近の話題で言うと100円の恋が、うん、あの中国でリメイクして大ヒットして、うん、で日本で今度上映される、うん、ロヨ100元の恋、うんうん、でこれはもともとその、企画して監督して主演したのが中国の超有名なコメディアンで、しかもあのさくらちゃんみたいに短い準備期間じゃなくて1年ぐらいにわたって30キロ増えて30キロ痩せたのかな、30キロ太って40キロ痩せたかして、もうそれがなんか大ヒットしたみたいですよ。でこれもさ100円の恋なんてさ、うん、海外でリメイク権なんかほぼないわけじゃないですか、まあ、普通は、普通は。でも今はやっぱり狭いからさ、ね、面白い話とか面白い設定とか、あとやっぱりなんかその、中国の有名なそのコメディエンヌの方は安藤サクラの演技になんか感動したらしいんですよ、うん、そういうふうにほら日本でも有名な女優さんとかそのプロが認めてる女優さんの映画とかをやっぱり見たりして勉強したり素材として集めてきている傾向はあると思うんですよ。そんだけやっぱり世界は狭くなってると思うんですよね。だからそういう意味では二次使用三次使用っていうのは僕らが今まで考えていたそのセルレンタルだったり、配信だったり日本のテレビのチャンネル権だけじゃなくて割とワールドワイドに稼げる時も出てくると思うんですよ ね。面白い映画さえ作れば、うん、でそれが仮に日本の映画が配信とかで海外で当たると、うん、他にないかってなりますよね。なるなる、うん、やっぱ買いに来ますよね。みんな考えることは一緒で、そうそうそう、柳の下に100匹ぐらいいるのがこの業界なんで、そうそうそう、ね、うん、だから成功例が1個出ると一気にいく可能性、しかも中国でそんだけ稼ぐと、うん、それはもともとどこの映画だって話、ね、中国のプロデューサーいっぱい来てると思いますまあね、うん、日本はほら小説とかラノベとかさ、うん、コミックとかアニメとかいっぱいあるじゃん、うん、だからまあこれ中国だったらアニメじゃなくて実写できるからみたいなことも全然あると思うんだよね、うん、だから私
ちょっと前にね、うん、井上雄彦さんのバガボンドをね、うん、映画化するみたいなお話はちょっと中国の方からすごいアグレッシブに来た時期ありますね、でその、まあ、話ができるっていう人が実はいらっしゃって、うん、ああそれ井上先生に対してこっから先は雑談でしか言えないな今雑談なんです。あごめんごめん、メンバーシップでしょ。メンバーシップでしか言えないな。ちゃんと正確に表現してくださいよ。メンバーシップで、じゃあメンバーシップで今日ちょっと言おう、うん、はい、はい、じゃあ次、恵比寿ガーデンプレイスで野外映画上映会が開催されているようですが、皆さんが野外上映でたくさんの人がいる中で見たい作品は何ですか。この方はなんかハリーポッターと賢者の石っていうふうにおっしゃってて、僕はあのたくさん見てる映画ならいいけど初見で見る映画は嫌です。集中して見れない、うん、いやっ、ね、ていうかほんわか見たいから、なんか黒澤明の10回ぐらい見たやつとかね、三十郎とかそういうのだったらいいけど、うん、なんかあんまり初めて見る映画を野外上で見るの嫌ですね、うん、T さん。私はミュージカル映画ですかね、ララランドとか。でも音悪いよ。まあいいんですよ。まあいいんじゃない雰囲気だね、はい、うん、なんかピンポンとか上映してるらしいです、ね、あピンポンはいいんじゃない、うん、俺もう10回ぐらい見たし、うん、私はそれはもうマッドマックス怒りのデスロードでしょ。あんたねどの口が言うんですか本当に怒らないで言っとくけどマッドマックスワンに大音響で、いやいやもうあんたいつ見たのそれ本当に最高じゃないですか。いやいやふざけんなこらって感じだよねファンに言わせたら、うん、じゃあ次ザコーさんに向けてマッドマックスフィルターのコメント欄にかなり厳しい意見がありましたが、それを読まれた感想が知りたいです申し訳ありません。もう初心表明したもんね最初に、今日真摯に終わりしたいと思いますまあそれはね、あの映画大好きな方マッドマックス怒りのデスロード見ればフィルターさんも見て面白いと思われるでしょうし、うん、なんで寝てるんだバカかお前は、もうねこんなチャンネル見る価値ないとかコメントされました、ね、まあわかりますよ、はい、おっしゃることはもう、しかもそれをさ雑談コーナーで言うならわかるけど、いきなり今週の公開の注目作の頭に言われたのにはちょっと僕は参りましたけどね。多分 H 君も怒ってると思う。いや H 君には事前相談しました。あしたんだ、うん、尺伸ばすよって言ったんだ、うん、それこそあのスーツにネクタイで謝罪動画にした方がいいかなって、うん、なんか一回謝罪動画やってるやってるやってる、うん、あのワニでね、ワニ、うん、あワニこれ100日間に来たわ、うん、あれか、うん、で電通さん絡んでないのに電通さんの映画って言っちゃって、そうかそうか、はい、謝罪しております。大変申し訳ありませんでした、うん、はい、あの マッドマックス1とデスロ怒りのデスロードとフィルさんもう一回見てますんで、そういう風に反省しておりますでもね、うん、寝たら寝たって俺言うのも正直に言った方がいいかなとも思ってるんです。であのちゃんと言い訳してくださってる長年のファンの方もいらっしゃいましたね、うんうんうん、ありがたいもんですね。だし 寝てたのに、うん、そうですよね、あのよかったですよねとかって、それもうでも俺すぐ突っ込むということはあれはどうなってるんですかの会社と。でもサコちゃん起きてても間違ってるからだって変わんないじゃん、そしたら起きてたってもう今日のあれにはびっくりしちゃったからね俺はびっくりしたあんのことあびっくりだよ、ね、言ったと思ったんだけど、いやいやびっくり自分で脳内想像しちゃってる、脳内妄想しちゃってるからさ、じゃあ寝てたって変わんないじゃんねだけど正直に言いたいとは思ってます。なるほど、まあ、そこが佐藤さんのいいとこだよねヒントもう業界的にはちょっとねよくやってますねって感じよくやってますねって言われるの、うん、そうか、まあ、でもね最近やっぱりさすがに、うん、あの1万7000のね登録者さん増えてくると、うん、もうちょっとやっぱびっくりされるし、うん、ある程度リスペクトもされるようになりました。なんでじじ2人で喋ってるんだ行くんだっていう疑問持たれるでしょ。あと、うん、やっぱやってよっていう声もやってよふざけんなお前頼み方ってものもあるだろうって言えよ、ね、本当に、うん、はい、じゃあ次、洋画のシリーズものはマッドマックスが上映してますが、007シリーズで好きな作品とボンド役は誰かいますか。1作目2作目殺しの番号とロシア由来を込めてですね。でもちろんショーン・コネリー、うん、T さんは。私最新のしか見たことがないかもしれないんでダニエル・クレイグ
自分もまあショーン・コネリーはいいかもなと思ってましたけど、うん、そんなにやっぱ思い入れがなくて、うん、でもダニエル・クレイグが出てきた時にあこれでまたちょっと盛り上がるんだろうなと思いました。だから特に思い入れはないんですけど、やっぱりダニエル・クレイグが007シリーズをまた再度上の方に引っ張り上げてくれたかなっていう。だから次誰がやるかちょっと非常になんかね、なんだっけ、あの黒人の俳優さん、うん、今言われるイドリス・エルバか、うん、やるとかもね、うん、話はある、うん、でもさ、まあ、あの原作も関係ないんだけど、うん、原作読むとショーン・コネリーもダニエル・クレイグも あんまり007っぽくないよ、うんね、どういう感じ、多分ロジャー・ムーアが一番近いんじゃないかと思うんだけどね、もうちょっとこうシャレモノって感じなの、なんかやっぱり割と普通のイギリス人だよね、うん、なんかその2代目から5代目の方はそんなに評判は良くなかったってことですかね、ショーン・コネリーの方が。そうね、やっぱりショーン・コネリーのイメージがやっぱ強かったんで、うん、まあだけどそれ見てる時代もあるじゃん、うん、そのだからロジャー・ムーアの時代に見てる人はロジャー・ムーアがいいと思うし、うん、ジョージ・レゼンビーっていう人はめったにいないと思うけど、あの俺ロジャー・ムーアのショーン・007とかちょっとコメディ要素があったりして、なんかねパロディみたいな、ね、あれがダメなんだよね、セルパロディみたいになっちゃう。それは楽しいって思う人もいると思うんですけど、自分はちょっとやっぱり普通にストイックにやってくれた方が好きですね、うん、じゃあ次、ハワード・ホークスで一番好きな映画は何ですか。私は赤い川が好きです。は赤い川結構好きですね、うん、ハワード・ホークスちょっとあのリストを見ないと分かんねえな、うん、しかも自分のリストを見たいよね、見た映画リスト。 T さんはハワード・ホークス俺見てないと思うんだけど、まあ、リオ・ブラボー結構好きですね、フェイバリット的にはリオ・ブラボー大好きね、うん、前出ましたよ。あ、リオブラボーは見てるわ、うん、脱出は僕テレビしか見てないな。脱出ってタイトルいっぱいあるよ。でも一番有名なのはあの若い人が知ってるのはバート・レイノルズのやつだと思うよ。まあやっぱり赤い川とリオブラボーかな。あとはなんか割と古い人だとヒズガール・フライデーとか赤ちゃん教育っていう人もいるかもわかんないけどね、うん、そうだね、やっぱ赤い川とリオブラボーかな、うんうん、じゃあ次、そろそろ梅雨のシーズンに入りますが雨が印象に残っている映画は何かありますか。雨、雨、じゃあ竹内さん考えてる間に、いや、いっぱいあるんだけどすぐには思い出せないな。雨の映画、レイニーデイズインニューヨークです。え、レイニーデイズインニューヨーク売ってあるの。売ってある。あ、雨に歌えばとかじゃないの。雨に歌えばはね、でもあれ雨じゃないからね。雨、あれ雨じゃない、スタジオで降らしてるやつじゃん、まあ、あ、違う、踊ってんのは雨だった、ごめん、うんうん、踊ってんのは雨でした、本当の。I'm singing in the rain. I'm singing in the rain. 私は、うん、ブレードランナーの三星雨でした。あ、三星雨ね。あれはいいんだよ、ね。一杯じゃないよ、二杯だよ。なんていうんだっけ。二杯で十分ですよ。二杯で十分ですよ。four 二杯で十分ですよ。four あの三星雨なかなかいいっすよ。まあね、確かにね、でしかもあの最後。ルトガー・ハウアーがね、顔に酸性雨が降りかかってくるところがね、泣けるんだよね、あれはね。いいですよ。ちょっと思い出せないな、雨って言われても、はい、じゃあ次、雨、先週、からかい上手の高木さんを近くのシネコンに見に行ったのですが、隣のスクリーンでマッドマックスフィリオサを上映していて、隣からずっとドーンとかボーン、ボーンとか音が聞こえてきて、振動も伝わってきて全然集中できず楽しめませんでした。ここまでひどい音漏れと振動は私は初めてだったのですが、皆さんは経験ありますか。結構ありますよね。あの前も言ったけどバルトの僕はいつも前で座るじゃないですか、うん、前に座ると前の方から隣の音響が結構流れてくる。あと昨日一昨日か丸の内東映でだからアンのこと見たら僕は最前列で見てるじゃないですか、うん、なんかモールス信号みたいな音がずっと流れて、うん、あれはもちろん上の映画の音じゃないんだけど、うん、あらどういうことなんじゃろうと思いましたけどね、うん、っていうふうになんかこう雑音とかあと何ヒーターじゃないエアコンの音とか、うん、いろんなものが邪魔する時ありますよね。なるね。 T さんはなんか振動の方がびっくりした。あ、なんか 4DX の隣のスクリーンとかあるよね。そうです、ちょっと一瞬地震かと思うぐらい揺れたりするあれなんとかならないんですかね。ならないね。あ、そう、ならない。あれは無理ですね。うん、じゃあ隣でマッドマックスやってる時は見るなと。まあもし本当に嫌だったら見ない。違う劇場でスクリーン数確認して、うん、位置も確認してるとダメってことですね、うんうん、その方がいいと思う。
うん、そこまで気になるなら隣で静かな映画やってる、やっぱりね、うん、あるよねそういうことは、うん、結構、うん、じゃあ次、新藤兼人、音羽信子、カサベテス・ローランズのように俳優と監督が夫妻のケースでお三方の好みのカップルや夫妻ならではの演出が見られる作品はありますか。あ、カサベテス&ローランドはね、うん、好きですよね、うん、あと誰だ、大島渚、あー大島渚さんね、うん、さん、あと篠田正宏、え、あれじゃない、だからあの私はね、うん、伊丹十三さんと宮本信子さんの、いい、ね、あのマルサの女は最高にいいと思いますけどね、うん、あと誰だろう、ね、あと誰かいたかな、うん、結構いるよね、うん、すぐには思い出せないけど、うん、まあ、すぐに思い出せるのは松竹のヌーベルバーグ、サンバガラスだよね、うん、3人とも相手女優だからね、あ、そのシオンさんも冷たい熱帯魚で、ああ、神田、神田、はい、神田川恵だっけ、神田、はい、はいはい、確かに神田、神楽坂恵か、うん、うん、脱がしてますけどね、うん、あと誰だろう、結構いるよね、うん、と奥さん、誰だろうと、はい、ちょっとあと思い出せないな、うん、で、ゴジラマイナスワンがアメリカで当たった理由は先ほどお話したの で、ね、次に行きたいと思います、うん、映画の公開日を決める条件を教えてください。これは、まあ作品によってケースバイケースだよね、まあ、対策とかはさ、結構もうあのシーズンの盛り上がる一番ところっていうのが割と決まってるし、まあ、例えば東宝さんだったら何月に何をやるか大体決まってるから、特にアニメがもう決まってるから、うん、あと各テレビ局と組んでいる対策をどこにこう入れていくかっていう感じになると思うんだよね、うん、やっぱりあのお客さんがいっぱい来そうなところ、うん、まあ、そのゴールデンウィークとか夏休みとかお正月とか、うん、そういうところに大体対策を当てて、うん、でそこから逆算してっていろんなものをはめ込んでいく、まあ、だからインディペンデントとメジャーの入れ方は違うと思うんですよね。いわゆるインディペンデントの例えば単管アート系とかはどうやって決めますか、うん、これはなかなか難しいですよね、うん、あの一つは自分たちの宣伝でどの辺にピークを持ってきたいかみたいなことがあると思うし、うん、あとやっぱりそのメジャー作品が少ない時期にとか、まあ、そうなるよね。だから2月の公開日が昔は多かったのは、うん、その正月第1弾と第2弾を避けて、うん、まあ一応メジャーの作品が大きいものが来ない、2月の1、2週、3週とかに持っていくとかってのが多かったよね、結構、うん、あとはだからそのなんか自分が意識する映画の公開日じゃないとこに入れたりとかってのはあるよね、うん、後で何か来たりっていうことはあったとしても、うん、なんか嫌な映画を避けたりすることもあることはあると思うんだよね、うんうん、あとはその制作委員会さんでね、あの結構出資の多い幹事会社さんとかがこの時期はちょっとうちこれがあるんでできません、テレビ局とかよくありますよね、あと芸能事務所とかね、うん、だからできれば一番臭かったのはジャニーズさんですよね、かぶ、まあね、らないようにしてくださいって言われますよね、うん、とにかくあの初日舞台挨拶がかぶるとまずいので、うん、あの要するに出が一緒になっちゃうじゃん、うん、あのメディアの出が、うん、それを避けるので、まあ、それで公開日を決めたりもしてまして、あとその規模の小さい単館アート系の作品だと劇場さんにブッキングするじゃないですか、うん、そうすると劇場さんの都合で決めなくちゃいけない、そういう時もあるよね、やっぱパワーバランスでこっちがここでやりたいですっつっても、いやいや佐藤さんもう全部いっぱいだから早くても1年半先だよとかって言われちゃうと、まあ、それ公開日っていうよりもブッキングですよね、うん、そうですね、うん、と同時に結局劇場さんの都合で決めざるを得ないみたいなこともありますよね、さすがにそこまで先だと困るよねってこともあるしね、うん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 、じゃあ次、7月7日のオフ会はウェブ配信されないのでしょうか。今回しないんだよね、施設の都合でできない、うん、ていうか逆にラテラルさんだけできたんですよね、うん、あそこにそういう配信設備があったので、うん、まあ、ラテラルさん の、 その割とこう、うん、何、あのフォーマットそうそうそうの、何、チョイスができたんですね、何だっけあれ基本、うん、デフォルト、デフォルトでそういう、 もう設備があったんでやれたんだよね、うん、そうですね、うん、まあ、次またねご要望があればそういう施設があればいいかなと思います、まあ、大阪でオフ会をねラテラルでまたやるんだったらできるよね、うん、でもあれ座ってんの結構楽じゃないんだよこっちも、確かに、うん、疲れちゃう、はい、じゃあ次、年を取って見直したら印象が変わった作品ってありますか。大きくは変わんないけど細かい解釈が変わることあるよね、
まあ忘れてるってのもあるし、例えばなんだろう、急に言われてもな、なんかや最近もう本当に梅沢富美男みたいになっちゃってる。あの断裁じゃなくて見直されましたよね。見直したよ。いや変わりました。もう全然変わんないよね、うん、そういうのもあるってことですよね。まああれはほらもともと宣伝する側で見てるから、うん、しかも1回2回3回ぐらい見てると思うんで、その時に、うんうん、T さんはこれ小さい時からとかはもちろんもちろんも含めてでしょ。なんかオーストラリアにいる時に映画館でトトロをやってたんで。おお。それは何版？言語は？日本語です。日本語なんだ。字幕、うん、字幕英語で、ジブリ字幕なんだ、うん、そうですそうです。なぜいや、やっぱり吹き替え作るお金がないんですよ。いやアメリカでミラマックスは作ってるからそれ使えないんじゃないですか。多分日本語で見たいちょっとアニメ好きな人がターゲットだ。ターゲットのあれなんだ。じゃあ吹き替え版も別にあったんだね、きっと。やってたのかな。なんか日本語見に行って、でもなんか小さい時ってトトロが可愛い、お弁当が美味しそうみたい な、 なんかそういう絵的なものしか、うん、をただこうやってただこう楽しんでビジュアルを見て楽しむだけだった、うん、で何回も何回も見てた記憶はあるんですけど、うん、大人になってみても、もうなんか号泣してしまっていやーすごい変わるなってそれは一応思いました、ね、もっと深く、うん、深く鑑賞しちゃうもんね。自分はこれね、まあ前も答えたけど、ゴッドファーザーがテレビで見たんで、ワンワンワンツー、あ、ワンだな、ワンだ、うん、DVD で、うんうん、俺はちょっと、まあ、DVD で見ちゃダメだなと思いました。まあ、そうだね、うん、もっとすごい感動したのに。それはわかる、うん、だからやっぱり映画の方が没入するよね、体的に、うん、だからやっぱり1回目をテレビの吹き替え版とか、DVD とかで見てるとやっぱり多少違うよね。違いますね、うんうん、はい、じゃあ次、映画業界が舞台になっている映画や漫画のおすすめありますか？なんだっけ、ヤン・ソギルさんの小説で、うん、昔のだからシネカノンが出てくるのが面白かったけどね、うん、あれなんていうタイトルだっけな、ヤン・ソギルの。それで俺、原正人当時社長にも、うん、これ面白いから読んだ方がいいんじゃないですかって勧めた記憶がある。へー。いやもう僕はほら業界内にいるからさ、うん、なんかあのチケット何十枚買い取らなきゃいけない、どういうことなんだこれはみたいなこと書いてあってさ結構おかしいんだよ、面白そう、うん、面白かったな。ヤン・ソギルもね正直に書くからさ、面白かったな。あれはなんていうタイトルだっけな、ちょっと忘れちゃったけど。あとはなんだろう、佐古ちゃん何かありますか？俺はもうほらシネマサロンで取り上げたジ・オファーが、ジオファー、ほらゴッドファーザーのプロデューサーだし、あれね、あれ人間ネットリックスのドラマね、はい、あと、うん、もうつい最近見ました止められるか俺たちをですよ。止められるか俺たちを、ワンツー、両方面白かったよね。素晴らしいですよね。面白かったね。めちゃくちゃ面白い、うんうん、うちはねギャラは出せるでも3年で監督にするからね。あれ面白いね最高ですよ、井浦新さんT さんは？私も青春ジャック止められる。 あれ面白いよね。ワンもツーもよくできてたもん。よくできてる、脚本がよく書けてるわ、ほんと素晴らしいと思う。もっと見られてほしいな。じゃあ次、あとあれが面白かったよね、あの外国映画でさ、うん、無声時代の、うん、なんか現場を撮ってるやつで、うん、で無声時代から一気にそのなんだっけ発声になるので、うん、今まで大声で喋ってたのに、シネマサロンでやってた、なんだっけあれ、なんでしたっけ。でさ、なんかスタジオにこもったら、うん、なんか死んじゃってさ、一人、うん、ネットフリでしたっけあれ。違う、僕が見てるから。ネットフリ映画じゃなかったっけ。ネットフリ映画かで、劇場でやったやつ、あれなんだっけ、うん、あれ面白かったよね、結構、うん、しかも悪性の人はやっぱりね、スターになれないし、うん、仕事はなくて、あれなんだっけあの映画、あれ面白かったのにな、映画業界扱っててね、面白かったな、うん、なんだっけなあの映画あの収録で声取るのにこう部屋にこもってて暑くて死にそうな、死んじゃうっていうねあれおかしいよね。あれはすごかった、あれ面白かった本当、うん、じゃあ次、でもタイトルが出なかったの何の参考にもならんじゃんかよ、うん、なんだっけあの映画、視聴者さん分かりそう、何でしたっけ、なんだっけあれ、すっげえ面白かったけどね、映画業界といえば。あとあのウォーソン・ウェルズをモデルにしたテレビムービーで日本で劇場公開したやつがあったのよ。
あれ面白かったけどね、結構オーソン・ウェルズ の市民権じゃない、あれだ、火星なんだっけ、あれ宇宙戦争か、あれのだからラジオで撮った時の話をさ、映画にしたやつがあるのよ、オーソン・ウェルズで。あれ面白かったけどな、あれ。あとなんだろうな、あとあれもじゃない、ラストタイムイン、ラストタイム、えハリウッド、え違うだろ、ワンサポンナタイム、ラストタイム、ワンサポンナタイムインハリウッドね、あれもハリウッド、シャロンテッド事件を描いて、そうそう、あれも面白かった、じゃあタランティーノ、あれ面白い。あと古い映画だけど、あの最後のそんなにハリウッドの大プロデューサーを描いたね、ロバート・デ・ニーロがそれに映るラストタイクーンとかも面白かったけどね、イリア・カザン監督のあれ一作だったか一個前だったか、分かった、いや分かんない、分かんねえか、なんだっけあれ、みんな見てんだね、だからチャンネルでやったんだよ、なんだっけなあれ、面白かったねあれね、本当に。じゃあ次、古畑任三郎シリーズが30周年記念ということで再放送されています。今見ても面白いのですが、何かシリーズで思い入れのあるお話ありますか。まあ、僕はあの当時サンシャインボーズの芝居をずっと見てたんで、サンシャインボーズのボーイズの役者たちが出てるのは結構面白かったですね。それとやっぱり驚いたのは、イチローが演技をしたのはすんごい驚きました。演技になってた、もうすごいちゃんとしてて、多分あのアスリート系で最も上手い俳優だと思いました。 T さんは、なんかスマップが全員出た、スマップ全員がね、あれすごいですよね、すごいなと思う。あの実は私、一番を見たことがないんですよ。まあ別に当時忙しかったからね、だからもうザコ師匠のしかわかんないです。ザコ師匠、ハリウッドザコ師匠が、あるんだってやってるモノマネしか知らない。あ、古畑さん。バカかんじゃない、古畑任三郎のマネはみんなやりますからね、ザコさんだけじゃなくて。ザコ師のモノマネはひどいから。まあ似てないからね、その何言ってるかわかんないからね。エドゥーってやってね、そう、みんなやるよねあれ。誰でもやるよねあのモノマネ。確かキムタクもやってたよね、古畑任三郎のマネ。じゃあ次、からかい上手の竹内さんというタイトルで映画紹介の YouTube チャンネルを舞台にした映画が公開されるとしたら、佐藤さん、竹内さんを誰に演じてほしいですか。僕は八嶋智人さんじゃないですか。え、八嶋智人さん、あの俺はもうね、目黒蓮ですよ。はあ、もうだふざけんなってみんなが言うから。渡辺翔太ですよ。ないだろう。僕が考えたのはトリビアの泉のあの二人いるじゃない、八嶋智人と高橋克実、高橋克実さんでいいんじゃない、もう若葉龍也ですよ。でいいんじゃないじゃん、若葉龍也ですよ。バカなのか、もうみんなに真剣に、はい、俺じゃあ井浦新さんにやってほしいです。バカなのか、もう本当ふざけんなってみんな言うから。竹内さんは国村じゃん。いやいや、年取りすぎでしょ。小日向さん、あ、あるかな、小日向さんはあのできるでしょ、僕の役を。でんでん、ないね、でんでんさん滑舌が良くないんで。うん、安倍貞夫、あるね、それはあるね、ちょっとあの綺麗に見せすぎだけど、まあでもあの安倍さんだったら僕の役をやれるでしょうね。じゃあ俺は井浦新さんと、いや高橋克実でしょ、どう考えたら。井浦新さんってことで、やっぱりちょっと鈍感そうな人じゃないと。井浦さんみたいに、井浦さん鈍感なく絶対できますよ。まあ、できるけど、キレナバフレン、え、フレナバキレンみたいな人にやらせちゃダメですよ。あの人絶対できますよ。まあできなくはないと思うけどね。T さんは昨日ね寝てたから。あの眠りの底ということでね。いいそう、最高じゃない。言えない、最高じゃない。そうですか、ね、できるでしょうね、あの井浦さん。井浦さんうまいからね、演技ね。そうやってほしいな、本当に。もうだってあの若松監督と今の大迫教授の落差、ね、同じ人とは思えない、思えないよね。すごいよね、すごい、あれ。なんか2人であの CG で合成して、合成してね、 CM かなんかやってくるとおかしいよね。おかしいよね絶対。それはとか言っててさ、こっちで、だから言ったでしょね、ギャラは払えないとか言ったらおかしいよね。ドラマにしてほしい、おかしいよね、また見たいな。あれシリーズにドラマにしてほしいよね、本当に。 T さん、 T さん、うん、T さん誰、声って難しいですよね、声、 T さん誰にやった、声は無理でしょ。声は
は何でしょう、ね、T さんの顔出しで役者、でも似てる人いるでしょ、役者さんを顔出しでやってもらえばいい。ああ、うん、そしたら知念里奈じゃないですか。福地桃子。ああ、福地桃子できなくない ね、うん、でももうちょっと顔細長い系じゃない。そう、うん、福地桃子よりも面白いキャスティングになりますね、うん、誰かできそうだよね、からかい上手の竹内さん面白い、ね、誰のこれ質問なんだよ、面白いこと言いますよ本当に、うん、でもこれちょっと考えるの楽しかった。いや全然だって佐藤さんカッコつけすぎなんだもん、全然面白くない。高橋克実さんでいいじゃん。嫌だ嫌だとか言って何が嫌だなんじゃじゃあ次、最近白髪俳優が好きなのですが、お三方は誰がかっこいいと思いますか。うん、宮口誠司かな。ああ宮口さんね、あの七人の侍にも出てた、うんうん、渋すぎ、うんうん、あと寺島進さんとかもいいよね、うん、寺島さん、あの白髪の入り方がいいよね、ちょっとね、これ最近は吉川晃司さんかな。ああいい ね渋くなってきてるね、渋いね、まあもともといい俳優さんだと思うけど、白髪になって良くなったよね、あれの悪役良かったもんね、ルロケンの悪役とかね、確かに良かった。金さんはジョージクルーあー若白髪系だよね、でもみんな、もっと本当の白髪はいないのかね、確かに、もっと本当の白髪はいないかな、誰か、田中美優さん、あーミンさんね、ミンさんは白髪というよりも、まあ確かに、あの人がすごいよね、存在が難しいですね、あれは白髪がかっこいいんじゃなくて、まあ、確かに田中ミンがかっこいいからね、田中ミンはやっぱすごいよ、すごい、あの存在感はちょっと普通の俳優じゃ出せないもんね、あ誰だろうな、最近の白髪俳優といえば、ちょっと分かんないな、思いつかないな、はい、じゃあ次、自分が映画館で映画を見始めた頃、教養文庫から出ていた映画イヤーブックを購入していました。その中にオリジナルビデオムービーとして発売された作品が紹介されていました。お聞きしたいのは、当時映画業界の中で OV 作品の位置づけや評価などにご教示いただければと思います。いやこれ教養文庫で映画イヤーブック出てたのいつ頃だっけ、何年ぐらいの話だっけこれ。確か犬何だっけ、あの日芸の教授かなんかが監修で作ってたやつだと思うんだよね、うん、イヤーブック、まあ、でも1980、90? 80年代かなぐらいですかね。でもあれもともとさ、あのほら、なんだっけ、東映の商標登録なんすだっけ、はい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 、なんだっけ、東映さんのあったあったね、なんだっけあれは、東映のなんとかシリーズって言ってたね。違う、東映がそのビデオ映画のほら商標登録したじゃん、あれなんて言うんだっけ、あそこはシネマ歌舞伎みたいなほら醤油登録あってじゃん、やってたね、いややってたじゃなくて一番有名なやつよ、クレパスみたいなもんでさ、もうみんなそれがその何ジャンルだと思ってる人いるじゃん、東映の何だっけあれ、だからまあ東映のやっぱりそのヤクザものを今までプログラムピクチャーで作ってたようなものをオリジナルビデオで作り始めたわけよね。でそれで商標登録したのよ、その売り出すその何パッケージの名前として、なんだっけあれシネマビデオだっけ、なんだっけ、ビデオシネマ違うかな、いや違うな、なんだっけな、それがもうさ、いわゆるオリジナルビデオの、もう総合の名前 V シネマ、 V シネマ、V シネマって東映の商標登録なんですよ、そうなんです、東映が作ったあのパッケージングの名前なの。でも V シネマっていうのがいわゆるこうクレパスのように、V シネマ、だからもしあれだよ、歌で V シネマって歌ったら NHK だと使えないのいやいや笑い事じゃないの、最近は使えるみたいだけど、ね、最近は使えます、当時はね使えないよ、昔だってクレパス、赤いクレパス、あれクレヨンに変えてたんだから、まあ、そのぐらいやっぱり V シネは、まあ、ある意味東映が確立したっていうのは言えると思うんだよね、東映ビデオが、やっぱり東映ビデオの V シネマっていうのはもうやっぱ一世を風靡しましたからね、当時だってあれ1万何千本ぐらい売れてたもん、ね、あのビデオ店がね、やっぱり1985年から1987年にかけてが最盛期で、まあ2万点弱あったって言われてますから、そう当時あのいわゆる非合法の店も含めると2万点あったからね、でそうするとそこに1本1万2、3千円とかで売るわけですよ、で各店に1本入ったとして2万本だもんね、2億5000とかいくわけですよ、すごいよね、それだけで、うん、でそこに
南の帝王とか出てきたら、それがあれはどこだっけ、南の帝王 KSS さんです。あ、 KSS だ。5本10本入るわけですよ。そりゃ竹内力さんも自由が丘に校庭建てますよ。今や力プロジェクトね、オーナーですからね。だからそういう、まあすごくね、ビデオ流星の頃には儲かったし、うん、まあ、あと三池崇史監督とかもね、うんうん、すごいたくさん映画作られたし、うんうん、やっぱりこう若手の監督のデビューの場とかでもありましたよね、うんうん、あったね、うんうん、だからすごく業界に果たした貢献は結構でかいと思うんですよ。大きいよね。だから昔プログラムピクチャーで撮ってたようなものが一斉にオリジナルビデオとして作られて売られるようになったっていうのがあの時代だよね。そうですね。あと一方で外国映画もそのいわゆるビデオストレートっていうね、劇場公開しなくてレンタルビデオだけでっていうのいっぱいありましたもんね。だからどうしてもその頃オリジナルビデオっていうジャンルでどんな作品があったかっていうのを資料化しないと、まあまずかったから、そういう位置づけもその映画イヤーブックのそのコーナーはあったんじゃないかなと思うんですよね。ね、当時そのギャガさんがね、やっぱそのビデオライセンスを購入されて、そうサブライセンスで他のビデオ会社さんに売るのをものすごい本数やってて、作品の中身見ないとタイトル決めたりとかしてたって言いますからね、しかもさ、あのマーケットに買い付けに行くと、ギャガーさんが それぞれの、パッケージにマネージャーとしてついてるわけよ、でこの2人で値段を上げてったりしてったんで、だからギャガの社員2人が、だからアスミック担当、クロックワークス担当、どこどこ担当って担当が別に数字求められるから、同じ会社で一つの作品を値段を釣り上げてた。そうそう、ギャガさん同士で、でそうすると買い付け料が 10% なんで、値段が上がれば上がるほどギャガに利益が落ちるわけで、みたいな、そういう矛盾もありました。でそれであの中身だけで、いわゆるそのジャンルだけで商売になるストレートビデオっていうのがやっぱりあの結構多かったんだよね。当時だからストレートビデオも8000本とか1万2000本ぐらいね、売れるものもあったから、アスミックのやつでも3000、5000、7000とかは結構売りましたよね。やっぱりタイトルだけで結構売れちゃうんだよ。あの Y2K っていうねタイトルの、2000年にね、ビデオストレートの作品があって、その本当に Y2K っていうタイトルしかなかったんだけど、あのニューセレクトさんがそれ結構な、ね、お値段でお買いになったとかね、結構業界でも話題になって、そうなんだ。で売る側も中身なしで売れちゃったよみたいな。でもそれでまた儲かったわけですよ。まあね、いい時代です、ね、まあ借りるからね、お客さんも、いい時代でしたね。大変なので、やっぱオリジナルビデオムービーっていうのはそういう形でいろんな形で、まあそのコンテンツ業界に大きな寄与を果たしていて、まあ評判がいいものは中でオリジナルビデオとして発売されたのに後でビデオ、あ、じゃない、劇場公開されたりするものもあったし、確かさ、あの不動もそうだったんじゃなかったっけ。そうですね、そうです、ね、あの極道、なんだっけ、はい、あの、今あの NHK のさ、歌コンの司会やってるのなんだっけ、谷原涼介さん、主演のね、なんだっけ、なんとか極悪、あれギャガが確か配給だ、ギャガヒューマックスが配給だったと思うんだけど、あれあまりにも評判が良くて、僕もだから借りてきてみましたよ、あれは。不動は極道戦国史不動ですね、そうそうそう、あれはビデオで借りてきてみた、あれは多分三池さんの見た初めてじゃないかなと思うな、2本目は漂流街だったね。だからそういうこうね、才能がやっぱりあの映画だけだとね難しかった時代に、オリジナルビデオがあることでね、才能が輩出されたっていうのもある、ね、そう。逆にあとあのプログラムピクチャー撮ってた監督がテレビとか撮ってたのに、あの映画、劇場用映画なかなか撮れないんだけど、オリジナルビデオを撮ってたとかね、そういうのもいっぱいあったしね、だそういう意味では仕事の多くした要因もあったと思うんだけどね。じゃあ次、映画の中で降る雨はちょっと強すぎると思いませんが、小雨が作れないわけじゃないんですよ、ね、小雨だと多分絵に残らないから、映らないよね、あの水滴がちっちゃいと全く分かんないから、なんかそれこそ役者さんが「お雨か」みたいな風にするしかない、ね、ないんでしょうね。あと降らす機械も多分強い雨の方が降らしやすいんだと思う、だから作れるけど絵には映んない、絵に映る雨粒になるとまあまあ強い雨になる、まあまあ強い雨になる、小雨はなんか作りにくいでしょ、どっちの意味から言っても、と思いました、はい。じゃあ次、
映画関係者は映画館で映画をあまり見ないとおっしゃっていましたが、なぜ映画を見ないんでしょうか。いや俺映画館でとは言ってないよ、うん、映画をあまり見ないと。あ、ごめんなさい、映画を、うん、これはそういう質問だからいいんだけど、うんうん、僕は以前映画関係者は映画をあまり見ないと言っている、うん、だからつまりビデオや配信でもあんまり見ないと思う、うんうん、なんででしょうか。いや別に興味がないからだよね、うん、映画のビジネスは好きだけど映画に興味がない。そんなに僕みたいにもう本当に映画オタク映画マニアから商売してる人っていうのはごくわずかですよ。多分50人いないんじゃないかな。そうそう、だからあの30人ぐらいさっきも言いましたけど、うん、あの4人揃ってマッドマックス怒りのデスロード見たのは1人だけだったって 25% ですよね。でフィリオさん見たのは私と2人で 50%、うん、でもシネマサロンやってたら 25% のままですって感じですよね。ではまあ皆さん社長さんだったんですけど、まあ、あのビジネスは好きだけど映画が好きなわけじゃない人も多いと思いますよ、うん、フィリオさんもデスロードも見てない。お前ねマッドマックスは1が最高なんだよ。見てないでよく言うよなって感じだよね。1はご覧になったみたいですけどね。だ1だけ見て言うじゃん。そうそうそう、1は最高なんだよ。それしか見てないじゃんあんただってって話だよね。そうそうそう、うん、ということで多分映画業界で働いてる人も普通の一般の方とあまり変わりがないような気がします。そういう人が多い、そういう人の方が多い、まあ、普通のサラリーマンですよだから、うんうんうん、はい、じゃあ次、水といえば何の映画を連想しますか。急にあれだよな。まあでもシネマサロン渇水とかね、うん、この方挙げてる渇水、うん、渇水はやりましたしね、まあ、恋する寄生虫もそうだった、ね、あと、性欲とかも水のシーン印象的ですよね。性欲は水のシーンにやっぱり、うん、すごい水に性的欲望を感じちゃう人ですからね、うんうんうん、いっぱいあるよね水なんかあったね。水を自由に動かす映画ってなかったっけ。なんかあったような気がするんだよな。でもシネマサロンじゃない、シネマサロンじゃないかもね。もっと昔の記憶かもしれない。なんだろうな。割と10回なんかもそうだよね。ガーってね2つに分ける、うん、水っていうと、あとなんだろう、水、あ、目には目をかな。目には目を、水出てくるの。逆に出てこないんだよ。すごいんだよこの映画が。目には目をが、ネタバレやめてくださいね。これはちょっと言えないけどすごいのよ。うーん、でもなんかここに水が見えてくる映画なんだよね。怖い、気になる。一種の精神ホラーですよね。面白そう、うん、ウォーターワールドとかは、あ、水っぽいよね。水としたよね、うん、水っぽいよね。イーストウッドだっけ、ケビン・コスナー。ケビン・コスナーです。え、監督イーストウッドでしょ。あ、そうだっけ。何言ってんだよ。主演がケビン・コスナーというか、うん、アンのことを見てきたのですが、河合青葉さんがすごかった、うん、で脇役ながらすごいなと皆さんにじゃあお伺いします。脇役もしつつすごいなと思う俳優さんは誰ですか。いっぱいいますよね。いすぎて、いすぎてっていうかほぼみんなそうだよね。ほぼみんなそうですね、うん、みんなすごい、うん、まあ、渡辺真紀子さんもそう書いてあるけどすごいと思うし、いっぱいいますよね、うん、もうだって脇役の人たちほどすごい。だって役者さんほとんど脇でやってもすごい人ばっかだから、うん、ばっかだからね、うんうん、誰って言われると、まあね、うん、監督はケビン・レイノルズでした。あれ、じゃああれがやったのなんだっけ。 あれはあれだ。まあいいや、もうあれで全部済ましてるあれがあれで、あれなんですね。ケビン・コスナーが主演してイーストウッドが監督した映画別だ、はい、そう、ウォルターワールドじゃなかった、うん、いやでもなんか一人ぐらい答えないと。 T さん誰が。いや、いっぱいいますけど、うん、例えばなんかすごい役と役で全然違う。最近思うの筒井真理子さんは。筒井真理子ね、まあ俳優ですよね、うん、うん、俳優ですよ。でも最近もうあの野間口さんとか前原光さんとか、うん、あの八柴さんとか、八柴さんとか、うん、いっぱい出てくるから、うん、いやでもこれ女優さんでしょ。女優ってこと、うん、女優で誰だろう。これあれだな、誰、ほら何やらせてもうまい、誰、あの子、誰誰、なんで名前が出てこないんだろう。いや、何出たか言えじゃん。反町さんが医者をやって、うん、
ああ俺それ見てないからな。佐々木蔵之介さんが悪役やった、うん、それはもちろん T さんも誰しかないよ、うん、誰ですか。あとほら主人公やったやつはちょっとあの知的障害のある子をやった。いやいや全然わかんねえだろそれじゃあ。もう本当に、いやそれは主役だったんだけどね。あこの間そういえばあれのちいちゃんすごかったね、あのアンメットの池谷吉鶴さん、分かったあれ。ああそうだね、言わなかったね。ちいちゃんはやっぱすごいよね。だってあれ万引き家族のさ安藤サクラ VS 池谷吉鶴のシーンすごかったよね。あ小野かりんさんですか。小野かりんちゃん、あ小野かりんね、小野かりんいいと思うよ、すごいと思う。若手では、ね、若手ではもうすごいよね、まあ、いっぱいいるよね。いっぱいいますね。いすぎる、演技の上手い女優さんいっぱいいるからね。じゃあ次、弾かれたコメントに対して対策を取ったりしてるのでしょうか。なんかアプリで弾かれることがあるんですけど、いや対策も何もなんか私と T さんで一生懸命フォローするしかないですよね。そうですね。なんかでも弾かれたんでこっちにも書きますって言われたのが私普通にコメントで見れてたりすることもあるんで、なんかよくわかんないですよね本当に。多分その人のあのやつで見ると弾かれちゃってるんでしょうね。僕はほら管理人じゃないんで、全部普通のあの視聴者が読めるようなコメントを僕も、僕はだから実はメンバーシップのコメント欄読めないんですよ、管理人じゃないから。あと僕入会もしてないから、だから普通のやつはもう普通に読むしかないんで、あんまりそのアプリがどうとかってのは僕には関係ないかな。普通にコメント欄読んでるだけです。じゃあ次、異国日記であの監督がね、瀬田夏樹監督が自宅で編集された時に最初つなげたら3時間弱だったらしいんです。で配給側からの意向があったのか、商業的に映画館で流すには長すぎるということで現在の2時間20分にしたと語られていたのですが、異国日記の場合ディレクターズカットに近いような当初の3時間弱のバージョンを世の中に出すことは難しいのでしょうか。また本作のように編集でカットされた展開や描写、じっくり撮った長尺の場面があった場合、吉村区は DVD の特典として未公開シーンでその中に入れることは可能なのでしょうか。まずは本編として発売したり上映するのはかなり難しいですね、というのはその完成版のマザーができてるわけじゃなくて、その、瀬田監督の編集、多分PC で練習されたと、デスクトップで終わりになってる、ね、うん、そこであっただけで、実際にそれがマザーっていうか確立された、商品として売れるような映像としては出来上がってないわけですよね。なのでそれにもう一回ポスプロとかやんなきゃなんないっていうことで、お金的にはそうだな、かなり、制作費のどうかな、8分の1ぐらいはかかるんじゃないかと。まあもうちょっと少ないか、10分の1ぐらいかな、もっと少ないか、でもまあ10分の1から12分の1ぐらいはかかるんじゃないかと思うんですよ。そうするとそのお金をまた出してくるっていうのはよっぽど体力がある会社か、よっぽどこの作品が儲かんない限り難しいと思うんで、なかなか難しいと思います。ただDVD の特典としてだったらそこ引っ張ってきて、映像として確立させればいいだけなんで、しかもポスプロもやんなくて済むんで、あのできると思うんですね。だから商品として出すのは難しいけど、特典として未公開新種みたいな形でラフカットを入れることはまあできなくはないんじゃないかなと思います、まあ、あとはその制作委員会が余裕があるかとか予算があるかとかにもよりますよね。何がその、それを別で出すためにかかるコストを委員会としても負担してもいいですっていうふうになる。いやないでしょう、なかなかない、ね、ないと思うよ。だからさっきも言ったけど、映画が本当に儲かんない限りはありえないと思うんで、しかもまたその3時間バージョンを作った時に新たに観客がいっぱい来てくれる見込みがあったら、あのブレードランナー的な、うん、なんかそういう映像何十年経ってカルトとかさ、だったらあるかも分かんないけど、いやもう基本的にはないと思いますね。だけどその DVD の特典としては全然あるよね、じゃあ次、公演のね、イーサン公演のドライバーウェイドールズを収録しましたけど、まあ、3人の公演兄弟または、兄のジョエル公演監督の単独の作品に対する距離感がどういったものなのか、どう評価されているか教えてください。竹内さんだっていっぱいやってるもんね。まあそうですね、僕がやったのは未来は今とファーゴと、あとなんだっけ、あの床屋の話、
バーバーまんまや何を考えてるんですか。バーバーでしょ、うん、あとビックリボースキー、あとなんか一つあのバーバーはつい先日お会いした業界の方が、うん、俺が寝るって話をしたら、うん、俺バーバーで必ず寝ちゃうんだよねっておっしゃってました、面白いのは分かるんだけどなぜか寝ちゃう、まあ、それも分かる、モノクロっていうせいもあるんじゃないですか。すいません腰折って。いや全然いいんだけど、まあ、4本はやってると思うんですよね。でしかも彼がどこで来日したんだっけ、未来が今の時に公演兄弟来日したんですよね、うん、でも前も言ったけど一緒にあのカラオケ行って、うん、あのカラオケ居酒屋みたいなとこで、うん、あのみんな他のサラリーマンとかいる前で3人で、なんだっけ、明日にかける橋、うん、歌ったりもしたし、あとカンヌでジャンケット行った時に久しぶりにジョールに会った時にラムタイムノースイーとか言って挨拶してしばらく話しましたけどね、うん、あとだから飯食った時に日本に来た時に日本の監督で誰かチャックおすすめいるかって言ったから、やっぱ今は北野武監督かな、出てきたばっかりだったんでね、うん、北野武監督かな、ああそうかって言ってたようなことは覚えてますけどね、うんうん、相当あまたいる監督さんの中でも近い方ですよね。近い方、竹内さんにとって、あ僕はすごい近しいと思いますね。まあ、本人たちともしばらくね一緒に宣伝させてもらったん で、うん、でしかもファーゴは宣伝プロデューサー、ビッグリボスキー宣伝プロデューサー、この2本かなり大当たりしたんで、単館レベルの大当たりをしたんで、非常に何て言うんですかね、あのアスミックにとって、当時まだ S じゃなくアスミック S じゃなくアスミックでしたけど、非常にこう利益をもたらしてくれた。でシネマライズからの信頼もファーゴを当てたことですごい信頼感が高くなりましたから、以降はもうブッキングするのも超楽で、うん、だからやっぱり我々にとってはバスケットボールダイアリーズ、ファーゴ、トレインスポッティングがあった96年で、まあ、ライズさんとはもう相当近い関係にもなりましたしね、まあ、そのファーゴが占めている信頼感、なんだってもう11月か12月に試写して、ライズさんたちがいいよやってもって言ったの5月ですからね、半年も返事してくれなかったから、ん？もうちょっと前だったかな、なんか間違えると専務に怒られそうな感じがしますけどね、まあ、少なくとも4ヶ月は返事してもらえなかったと思うんだけど、そんだけやっぱりライフさえはファーゴは難しいと思ってたんですよ、当てんの。あれが当たったのはやっぱりすごい信頼感が強かったなと思いますよね。 T さん、私は全然見てないんですよ、ね、全然見てない。そうなんです。え、一本も？いや、それこそあのシネマサロンでやった。シネマサロンで何やったの？マクベス。マクベス、あーやったやった、うん、やったよ。ジョールだけだよね、あれは、うん、あれでも結構好きなんですよね。あれいいよね。あれ面白かった。デンゼル・ワシントンの、ね、そうです、そうです、そうです、うん、あー見事な映画でした。あれもモノクロだったね。ファーゴはスクリーンで見たいなって。ファーゴはね、素晴らしい映画ですよ。あれノーカントリーも見てないですか？見てない、見てない、ね、ノーカントリーのハビエル・バルデムがすごかったね。すごいよね。あ、ものすごい映画ですよね、あれ。あとトミリー・ジュンズも良かったしね。ファーゴって再上映とかしました？してないよね、そういえば。してないね。今ワーナーだからね、権利は。ああそうか、じゃあやんねん。あの僕らが買った会社が破産したんで、ワーナーが持ってると思う、今は。あとあのそれこそね、あのなんか午前10時とかでやってみるよね、ファーゴだ。あのブラッドシンプルを、うん、あのアーティストハウス、アーティストフィルム時代から、川村さんとこね、川村さんが、うん、あのまだスターサンズやる前に、うん、リバイバルでやったやったやった。あ、元は見ました。元はどこだっけ、あれギャガどこだっけ、最初は。で以降は20世紀フォックスだからね。テクマフィルムだ。あ、テクマフィルムか。知らない。あれ確か銀座テアトル声優のオープニングだったと思うんだよね、あのブラッドシンプルは。うん、すごい面白いです、ね、あれもだってあれチャン・イーモかなんかリメイクしたからね、ブラッドシンプル。うん、そのリメイク版も見たけど、ベルリンで。それもなかなか面白かったけどね。自分はあとそれにミラーズ・クロッシングとバートン・フィンクと、うん、ファーゴを見てます。バートン・フィンクだから、ミラーズ・クロッシング、バートン・フィンクまで20世紀フォックスだと思うんで、バートン・フィンクはクズイだったかな、クズイさんだった、クズイだったかもしれない。ミラーズ・クロッシングまでがフォックスかな。1作目がインディペンデントで、2作目からメジャーでフォックスだった。クズイさんです。
不随だよね。でバートンウィークでまた初めて何あれに戻ってきて、インディペンデントに戻ってきて、で不随が勝って次はファーゴじゃろうと、うん、でそしたら当たっててギャガが手出してきてオーブラザーをやった。でオーブラザーギャガやって、その後、バーバーでまたアスミックやったんだと思うんだよね、うん、あ、まあ、当時アスミックですか。ビックリボブスキーってどこ？アスミックで。アスミックで。だからさっき言っただろバーボとビックリボブスキーのセンプロをやりましたって言いましたよね僕は、うん、何の話も聞いてないんだから。いや順番がほら、あ、順番の説明した。順番は僕らが、ミラーズクロッシングまでフォックス、バートン・フィンクがクズイ、ファーゴ、ビッグリボー、いやいや、未来は今だ。あ、未来は今、ファーゴ、ビッグリボースキーがアスミック、未来は今、シネセゾンと共同 IQ、うん、ファーゴもシネセゾンと共同 IQ、うん、で、次がオーブラザー、そうそう、で、オーブラザーがギャガで、次がバーバーでアスミックエース、で、ディボースショー。ディボースショーはね、ワーナーだったかな。レディー・キラーズ。レディー・キラーもメジャーだったね。パリ・ジュ・テーム。パリ・ジュ・テームはね、ちょっと覚えてないな。あれはだって短編の一本だからね。そうですね。東宝とはそんな。東宝とはか。まあそんな感じです。そんな感じですね。だからまあ公園兄弟は僕はすごい評価もしてるし、リスペクトもしてるし、まあ会ったこともあるし、一緒にカラオケも歌ったし、飯も食ったし、思い入れはありますよね。かなりね。じゃあ次、6月7日のメンバーシップの生配信があった。週は、うん、まあ、メンバーシップ動画を一回お休みさせていただいてるんですけど、うんうん、そこで本来やるべきだったコンテンツ、うん、まあ、ランキングとかその辺はどうされるんでしょうか。佐藤さんどうするんですか。いや、ランキングはすいません、ちょっとお休みね。お休みで、うん、まあ、見た映画は喋ればいい、ね、見た映画は、うん、本日またメンバーシップ動画で収録したいと思います、うん、一応以上ですかね、はい、うん、あと竹内さん他に課題作品、まあ、なんといっても今週の話題の一つはガイナックスが破産したことですよね。これは結構大きな話題ですよ、まあ、ガイナックスといえばね、まあ、ファウンダーであり一時社長であったのが岡田斗司夫さん で、 そうです、ね、庵野さんもね、もともとあそこの出身だし、はいはいはい、非常にアニメ業界にとってはもともとはゲームですかね、あそこは。いや、どうゲームでアニメだよね。いや、岡田斗司夫は一緒に始めた彼に追われるんだよね、うん、で会社辞めんだよね。あ、そうなんだ、うん、でもなんか刑事がぐちゃぐちゃになってもうダメだよね。全然もう残ってないし、うん、あとアニメの権利全部話しちゃったでしょ、うん、だってですけどそれを買った AD ビジョンとかが、うん、映画を作ろうとしても無理だって、うん、無理だよね、うん、でその AD ビジョンさんが自分たちじゃなくてスタジオとかと組んでやろうとしたんだけど、もうチェーンオブレター、まあ、要はその全部誰がどうやってその権利をこちら側でちゃんとホールドしてるかどうかの裏付けとなる部分がないんですよ。日本ってそういう契約しないじゃないですか。ないからね。アニメーターだなんだかんだって、ね、映画の洋画クレジットを対策見るとずらーっと出てくると思うんです。あれ全部契約してるんですけど、うんうんうん、日本はねほとんど逆にしてないんですよ、うん、だからもうスタジオがそんなんで何かあったら無理だろって、契約もうこれできないじゃんってなって、うん、やっぱもう、まあ、エヴァのそういう映画結構多いですよ、うんうん、っていう、まあだからでしかも権利売ってもね、あとなんか私的流用とかもあったみたいだし、あるよね、うん、プロダクション私的流用多いから、うんうん、でも庵野さんの激励に触れて、うん、庵野さんカラー作っちゃったしね、うん、フェーバーは全部でしかもなんだっけ、ほら1億円だか2億円だか入んないからって、うん、訴訟起こしたけど、うん、払ってくれなかったでしょ、うん、なんかね、でも庵野さんも随分助けようとされたら、ね、もちろんやっぱりメスだからね、うんうん、でもやっぱ今回もカラーから公式にコメント出てるし、うん、そうですね、あまりにもひどいから、うん、もう明らかにたもとを分かったれたと思いますが、うんうん、あともう一つあったよね。もう一つなんだか大きな話題があったと思うんだけど、あ、それは神山健治監督の話だったわ。何？さっき言ったフィリパ・ボーエンっていうロード・オブ・ザ・リングの制作者がそのロード・オブ・ザ・リングの前日譚を作るっていうんで、まあ、アニメで作るっていうんで、それの監督に神山健治を指名して抜擢したっていうのはね、これは結構大きな話題ですよね。他に竹内さんなんかご覧になった映画は、課題作以外で、あれですね、恋するプリテンダーを見ました、うん、面白かったです
T さんは。私はナイトスイムを見ました。ナイトスイム見たんだ。じゃあナイトスイムとチャレンジャーズを見たんだ。見ました。ナイトスイムどうでした？普通に。普通に面白かった。面白い方なんです。あ、ものすごくはない。はい。つまんなくもない。もない。うん、ちょうどいいわ。ちょうどいいわ。佐藤さんさっきも言ったけど、ね。マッドマックス3本と、うん、それから、うん、チャレンジャーズと、うん、男女残酷物語サソリ決戦。なんと男女、残酷物語サソリ決戦はパンフレットが売り切れでした、はいはいはい、シネクイントでも売り切れてて、電話問い合わせたら6月14日に再入荷の予定ですっていうことでした。すごいね。まあ1968年かな、こんな時代によくこんなポップでキッチュでエロティックな映画を作ってたんだな。またそれよく発掘してね、初公開しますよね。キングレコードさんもすごいし、これね、女優さんがなかなか美しくて、ね、はいはいはい、エロっぽくてね、なんか他にも結構脱いでんだよね、彼女はね、他の映画で。ただね、びっくりしたのは音がでかい。ん？途中で鳴ってる音がでかいんですよ。それは多分音楽とか効果音とかボリューム上げてんだろ多分。いやでかかったな。いや多分オノラルだから、あのなんかボリューム上げてんだと思う。どこで見たの？武蔵野館。武蔵野館か、ボリューム上げてると思うな。昔あの東亜がさ、あのテンタクルズって映画やった時に、なんとかサウンドっての作ったのよ。でそれプリントが映画館に行って映写技師が見ると、ボリュームを3つ上げてくださいって書いてあったっていう、ね、それがなんとかサウンドの謎だったっていう。すごい、ほんまかよっていうさ、本当なのかな。ただボリューム上げただけかいってやつ。そう見たよ。大和さんっぽいエピソードですね。あ、テンタクルズなんとかサウンドってやってたけど、ボリューム3つ上げてくださいとかってなんかそこ書いてあるっていう。ちょっと面白いな。面白いよね。だからそれもきっとモノラルだから、多分普通に普通のあのボリューム、あの今までのだからそのいわゆる DCP の普通のステレオのやつだと、あの届くんだけど、モノラルだから上げてんじゃないかと思うんだよね。ね、あとセットとか衣装がやっぱおしゃれでね。そうだよね、小物とかが、ね、あ、横で見るだけでも分かるもんね、本当におしゃれなんですよ。でびっくりしたのは、あの車でバーッと2人でね、男女が走ってるとこから、そこから海か川かに入ってって水陸両用車になってるんですよ。すごい、はあ、これどういうことみたいな、不思議って。いやー、なんかやたら無駄にお金かかってたっていうね。この映画を見て、ステルビオ・チプリアニに絶対触れない佐藤さんもすごいよね。あれでしょ、アーティスト、音楽、音楽、あ、あれだからほら、パンフレットがないから、そう、語りにくいなと思って。いやいや、だけど良かったとか悪かったとかある。あと、その女の人がね、また広げてるオブジェみたいなのあるじゃないですか、あれってなんかね、やっぱアーティストの作品のオブジェらしいんですよ。そうなんだ、有名なアーティスト、あのレプリカらしい、結構有名な、元々は有名な原点があって、それをレプリカで作ってるらしいんですよね。誰の、ね、なんか最後にクレジットで出てたんだけど、まあパンフレットないしね、ないしね、パンフレットないし、全て済ませるつもりだった。まあでも普通調べるよ。でも面白かったです、うん、いやもうね、マッドマックスにかかりきりになってる。あ、そうか、見るだけでも大変だったもんね、いくら暇とはいえ、はい、うん、暇じゃないし、結構忙しいんで。そうだよね、はい、うん、ということで、はい、雑談コーナーをお送りしました、はい、より濃い話題はメンバーシップで。今日は何を話すのかな、さっき言ったじゃないですか。うん、じゃあ楽しみにしてましょうね、はい、うん、あと7月7日オフ会やりますんで、まだカンフェティで応募中ですよね。応募中ですよ、はい、あのまだ売り切れてませんから大丈夫ですよ、はいはい、引き続き、お申し込みの方お待ちしております、本日は雑談コーナーをお送りしました。どうもありがとうございました。